はい、ということで今回はですね、こちらの2人と、はい、企画をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。しょっぱなから、何してるんですか。またふざけてるんですか。YouTube YouTube を舐めてますね。何がですか。最近ふざけすぎだよ。今日は、まあ、ケイゴとショウヘイと、まあ、勝負企画ということで、はいはい、今日やっていきたいんですけど、はい、勝った選手には、はい、こちらのメグリズムのホットアイマックス、メグリズムのホットアイマスク、はいはい、こちらをプレゼント。え、マジっすか。それは欲しいっすね。そうでしょ。これ結構使ってるっすよ。リゼムチャンネル結構御用達っすね。マジ編集で移動とかでも。あ、そうでしょ。つけてるみたいな。俺も現役時代結構つけてたから、はい、こちらをプレゼントさせてもらうということで、ちなみにこちらなんですが、まあ、メントールインタイプあるということで。メントールはスースースーするタイプもあるっていうので、で勝った選手にはこちらをプレゼントする。やった。はい、はい、これを3セット3セットもらえるんですか。もちろんです。めちゃくちゃです。はい、こちらなんですが、まあ、僕つけてたんですけど、まあ、40度、40度で快適、快眠、はい、快適時間と、ね、うん、いうことで、まあ、リラクゼーション、はい、でこれね、ちょっと改良されてるんですよ。え、このふっくら感、つけた時の、あ、優しさが、優しさがふっくら感、優しさが上がってるんですか。え、本当だ。ちょっと違うんですよ、前の。全然違うんですよ、前とガチですごい。すごい。え、すごい。で、これで、リラックスをしてもらって、今回の企画なんですが、シュート対決、イングランド式シュート。はい。4本。はい、1人4本。1人4本です。はい。はい、で、その後、1対1対決。攻守。1対1。はい。まあ、総当たりでやります。はい、最後は、この黄色い円。この中で、はい。ひざ止め。あー、なるほど。ひざ止め対決なんですけど、結構大変。なんでかって言ったら、この風、風あるっすね。風あって、で、まあ自分で蹴ります。なので、さじ加減はいいんですけど、だいたいこのネットの上にあって、みたいにマストでいい。ああ、それぐらい高くあるんですね。難しい。そう、だから結構ミスったらダメです。ダメです。おー、結構厳しいな、これ、はい、ダメです。で、今回ポイント制、はい、で、トータルポイントが多い選手が優勝、はい、ということで、やっていきたいと思います。はい、わかりました。ちなみにお二人で勝負することとかってあるんですか。ないっす。ないですね。二人に、まあ、たまにリゼムをするんですけど、はい、ないっすね。出ない出ない基本的に出ないっすね。そうだね。リゼムちゃんミラーズしか出てないんですよ。確かに本当だね。貴重ですよ。はい、楽しみです。さあ、やっていきたいと思います。はい、それしますします。今回は、3つの勝負なんですけど、一種目マックス4点、イングランド式4本、ゴール1、1ゴールにつき1点、ケイゴと翔平兄弟に、はい、絶対に勝ちます。最初はグー絶対、最初はグー絶対。俺3番2番。じゃあ1番か。やばい、これはやばい。ゼロ点。やばい。じゃあ無失点で抑えれば、はい、とりあえずいいんで。そうですね。次かまします。ちょっと負け不思議ですね、この3人だと。なるほど。もうシュートは絶対取らないといけないです、俺が。これは、はい。よし。うわー
この兄弟には絶対勝っとかないと成長してもらわないといけないから、俺が勝って、はい、悔しさをちょっと与えないとね。アイタッチ。わあ。いやトラップされてましたよ今。ボールに翻弄されなくて、まだ2本。2点、0点、うわっ。これから1対1、はい、の前にまずはちょっとね、リラクゼーション効果がありますから、これ改良された。いつも試合前とかも、そう、試合前のバスの中でこうやって、はい、ゆっくり音楽聴きながら、ちょっと今日はね、負けたくないんだな。1対1は、はい、もう総当たりで、だから攻守で2回やるで、マックス4ポイントこれもゲットできる。で今回は、まあ、攻め側が有利なので、ゴロシュートなし、はい、ゴロシュートなしで、守備側のポイントとしては、はい、攻撃側にシュート打たれて外れる分にはもう同感、0ポイント両、はい、でもシュートブロックで少しでもだから当てて出したり、そうそうそう、当てて触れば触って外に出すか奪い切ったら1ポイント守備です、はい、攻撃側も決めるのも OK です、やります、はい、うわこれ2人強いな、これこれもじゃんけんじゃん、じゃあ最初はグーじゃんけん、最初はグーじゃんけん、よし、じゃあ俺最初と最後やる、その最初まずバトル、あ、OKOK、OK OK、で誰かよ、そう、レンチャンでやりたいから 2、3、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 
ひどいね、早めに蹴りをつけよう。じゃずらします。チップキックみたいになってた。いける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 。やばい。
やっうわぁめっちゃイエーイ有酸溜まったらやっぱスライディングしてしまうわくっそいけこれはやっぱもう勢いで行こうかなと思ったんだよ。いけましたね。1、2、3、3。まだある、まだある。最後ドラップ対決。行き上がりすぎる。最初はグーグージャックファイト。最初はグーグージャックファイト。2番。3番。で、これ4回やります。はい。で、右足で成功した場合は1ポイント。で、左足。右足と逆足やった場合、左で、これでも左で蹴らないといけない、その場合。左蹴りの左トラップですか？左トラップができたら2ポイント。まあ、自分の点差を考えながら。だから今トータル3、3、1。ああ、俺は可能性あるな。いきます。円で収まればいい。いきます。トラップよかった。これ取って1になります。はい、ナッサンと翔平ないんで。これ点じゃないっすか。ルールは仕方ない。ルールだからね。止まってない。惜しい。3、2、3、3、3、3、2、まあ同点で、同点で延
長もある。延長もある。確かに。まあ、どうしよう。同点延長もある。同点延長あるな。いやーすごい。やばい。やばい。最下位。まずは脱落。脱落しました。やばい。もう。よっしゃ。うわよしよしよし。うわ今。ビーシーのビオ。いきます。ラスト。ラスト難しいから。うわあ。やえ。超いいよね。よし。うわぁ今月にうわぁどうだよよしうわぁうわぁうわぁスーパーまだ上がるまだ大丈夫まだ大丈夫よっしゃ絶対行けこうなったら強いんだからいきますわぁはぁちょっとはい結果発表ということで、はいトータルポイント、まあ、敬語が4ポイント4、はい、3ポイント2ポイントということで、はい、優勝敬語ですよいやーおめでとうございます安心したいやまずちょっと優勝者に、はい、わあいいな、いやいいっすか、アイマスクを、はい、ありがとうございます、はい、いただきました、おめでとうございます、ありがとうございます、練習頑張るよ、それ、練習頑張りますこれで、はい、リラックスして、はいリラックスしながら移動の時とか、今日ね、はい、トラップ硬かったから、いやちょっと硬かったですね、どうだった、いや楽しかったですね、ただ最初のシュートをゼロで終わったのは、そうねそうね、痛いし対人で一点しかなかったのも守備で、えそう、オフェンスで点取っていけば。全然稽古とまあ戦いましたね、うん、ここはね、守備で取らないとなかなか勝ち目はなかった、まあ、シュートは絶対決めるから、稽古はいや、そうですね、だからそこのプレッシャーありましたよね、うん、なんか決めないとみたいなはい、決めないとトラップもこれもなんかこの3人だったら俺が勝たないとみたいなちょっと緊張感はありました、はい稽古と、はい、翔平と、はい、コラボさせてもらったんですがリゼムチャンネル概要欄の方に載せてありますので皆さんぜひねご視聴の方もよろしくお願いしますお願いします、この動画いいと思いましたらチャンネル登録高評価コメントの方ぜひよろしくお願いします3本勝負敬語の優勝ということでありがとうございましたありがとうございましたはい今回このメグリズムホットアイマスクの方なんですが、はいこちらの方メントルインのタイプもありますので皆さんねぜひあの概要欄の方に記載しておきますのでフィット感と、ね、もっとのふっくら感っていうのがねすごく体感できますので、ホットアイマスクが40度になって、快適時間が20分ということで非常にリラックスできるので運動前だったり仕事前だったりね皆さんその仕事の合間とかでもあれしていただいてリラックスして、仕事を頑張っていただければと思いますので今回は対決また負けた時に練習頑張ります